昆虫学とは、節足動物門の昆虫類を扱う学問。むね昆虫分類学と、応用昆虫学に対別される。純粋生物学としては、動物学の一分野であり、応用科学としては、農学、法医学の一分野である。前者では分類学的な研究が多く、後者では農業への応用を目的として、液中や外中に分類を行うほか、 昆虫が死体へ群生する経緯から死亡時期などを解明するのに利用する。昆虫学は主に農業に関連して戦死時代ほぼすべての人間文化に根ざしている。自然哲学者、プリニュースエルダーは昆虫の種類についての本を書いており、科学者ながら空母派文法学学者のイブンアウラービー、キーターブアルデバーブはハエに関する本を書いている。しかし、 現代的な意味での科学的研究は16世紀に始まったばかりである。ウィリアム・カービーが昆虫学の父として広く考えられている。ウィリアム・スペンスと共同で彼は対象の基礎的なテキストとみなされる確実な昆虫学百科事典イントロダクション t エントモロジーを公開。彼はまた1833年にロンドンで王立昆虫学会の設立に貢献。 アウレリアン社会などの前進は1740年代に遡る。その後昆虫学は19世紀と20世紀に急速に発展し、チャールズ・ダーウィン、ジャン・アンリ・ファーブル、ウラジミール・ナボコフ、カール・フォン・フリッシュと二度のピューリッツァー賞受賞者、エドワード・オーズ・ボーオン・ウィルソンといった著名な人物を含む多数の人々によって研究されていく。スミソニアン国立自然史博物館の ソフィー・ラター・ロー用に、博物館のキュレーションと研究支援を通じて、人々が昆虫学者になった歴史もある。1994年、アメリカ昆虫学会は、外中駆除業界向けに、アソシエイト・サーティファイド・エンタマラジストと呼ばれる新しい、専門家認定プログラムを開始した。真の昆虫学者としての資格を得るには、通常、高度な学位が必要であり、 ほとんどの昆虫学者は、博士号を取得している。従来の意味では、真の昆虫学者ではないが、ACE 認定を取得した個人は、ACE、または、アソシエイトサーティファイドエンタマラジスと呼ばれることがある。主な記事、昆虫学者他の科学専門分野と同様に、昆虫学者は、多くの地方、国内、及び国際的な組織に属する。 特定のサブエリアを専門とする多くの組織もある。人類が営む産業は、昆虫と様々な形で関わりを持ってきた。例えば、稲を加害する、うんか類や病原菌を媒介する、か類などは、害虫として、人類の生活を脅かす一方で、剣士や蜂蜜を提供してくれる蚕や蜜蜂、あるいは、害虫の天敵などは、液虫として、 人間の生活を豊かにしてくれた。国の発展には、工業と農業の発展は必須であり、工業においては、防止、農業においては、花粉媒介や害虫対策として、昆虫についての情報は、非常に重要である。日本ではそういった経緯から大学が創設され始めた19世紀初期に、日本の農業の発展のため、農学部において、解雇学、 昆虫学を専門とする研究室が設立された。現在は農学における昆虫の利用も当初よりも幅広くなっており、解雇学は遺伝学、昆虫機能利用学、天敵微生物学、分子昆虫学へと、昆虫学は昆虫分類学、昆虫生態学、応用昆虫学、天敵昆虫学と、近年の技術発展とともに分野も拡大している。 ホルモン並びに、フェロモンに関する研究は多く、昆虫によって行われた。ホルモンでは特に変態を支配するホルモンに関する研究が有名である。昆虫の染色体は少なく遺伝研究においては利用しやすいこと、また世代交代が非常に早く、サンプルがすぐに揃うことなどから、遺伝学において昆虫は重要な役割を担っている。遺伝学の研究は、 症状倍を材料とすることで、著しい進歩を見た。また、この分野では、解雇学から発展した、日本の解雇の遺伝子も重要な役割を演じている。昆虫の遺伝子解明は、昆虫の生態、行動解明にもつながり、昆虫学において、近年大きく貢献している。個体群生態学の基礎研究は、症状倍や国スとも同期などを用いて行われ、 ロジスティック曲線や密度効果はここから発見された。行動性態学も社会性昆虫などを対象に重要な進歩が行われた。その契機には血縁選択説がある。人体に害を与える昆虫も数多いが、それ自体が広範囲で命に影響を与えるというものはない。むしろ病原体を媒介する、いわゆるベクターとしての影響の方が医学的には重要であり。 その解明や対策については多くの努力が行われた。また、これは人の住む環境とも深く関わることから、公衆衛生の観点からも多くの研究がある。衛生昆虫学などの分野がある。日本では19世紀初頭に生態学を源流とした京都大学と分類学を源流に持つ九州大学が昆虫学研究室を設立した。その後、 全国の大学に波及した。ありがとうございます。